トラノモンツインビルディングは東京都港区トラノモンにあるオフィスビルである。日本工業の本社ビルの建て替えにより1988年に完成した。以前の名称は新日光ビルディングで新日光ホールディングスが本社を置いていた。建て替えに際し、日本工業共同石油の本社とテナントビルをいかに独立性を持たせるかが検討されアトリウムを挟んで L 字型の建物の西側を日荒金と強積、東側をテナントのデュポンジャパンが使用するツインタワー風の形態となった。周囲のホテルオークラや中日アメリカ大使館などの景観と合わせるべく、敷地の1、3ほどはクスやケヤキを植樹した公開空地とした。日荒金が銅の精錬企業であることから、尺道を生かした外観とすることも検討されたが、 シンプルなアルミカーテンウォールが採用された。その代わり、ロビーの手すりや柱などのインテリアには、銅や真鍮、チタンなどがふんだんに使われた。ヒアラガネが開発した、投洋燃料とするコジェネレーションも導入され、消費電力の10%、空調、給湯は夏、冬で35%、春、秋は50%が、自家生産された。西側、 東側とも2階以上をオフィス、地下は福利厚生施設に割り当てられ、地下には食堂やアスレチックルームなどが置かれた。食堂のコーヒーには花は鉱山の名水、花山水が使われた。地下1階のサンクンプラザはピエール・オーギュストル・ノワールの彫刻、勝利のビーナスが置かれ、アトリウムからの光が差し込む広場は従業員の憩いの場となった。 新日光ホールディングスは2010年に新日本石油との経営統合により JX ホールディングスとなり本社機能は東京都千代田区大手町の JX ビルに移転した。それに伴いトラノモンツインビルディングに名称を変更した。ありがとうございます。